半間山先生です。昨日 CD でですね、私がね、3台これをねダブで購入したいかなということでね考えてる自作 PC です。これですね、約66万ですね。2950X プロセッサーね、16コア32スレッドの AMD ですね。2990X はいいんですけれども、Windows が合いません。最適化できないんでね、こちらの方が早いということらしいですね。2950X、Windows 10ではね、こちら 2990X、16コアまでというふうなことでね、こちらの方が早く、こちらの方がよく動くらしいですね。それから、空冷 CPU クーラーなんですけども、ね、水冷がいいんですけども、今、専用のがないんで、いいのがないんで、こちらの方を決めまして、考えております。それから、マザーボードですね。2950X の マザーボード。53,677円ですね。やっぱり、5つ星のを選んでます。それから、だいぶ贅沢なんですけれども、16ギガの8枚でね、128GB メモリですね。で、クロックは、3200MHz ということで、早いの、一番早いのを選んでます。3600もありますけれども、ちょっと都合ができない。高価すぎちゃって、10倍ぐらいするんでね。100万ぐらいしちゃうんで、うっかりするとね。ということですね。それからね、SSD ね。M.2 の SSD は、これ高速なんですね。アクセスが。ランダムがね、300ぐらいあるので、リードライト300か400ぐらいあるんでね。あと、通常とも、めちゃめちゃ速いんで、1000いくつもあるんでね。で、こちらの方はね、こちらはないんだ。こちらの方ですね。こちらは2つ付けられるんで、M.2 ね。こちらは OS 立ち上げるように使います、1ギガね。こちらはメモリが多くて安いんで、2TB、これ 1TB ですね。2つスロット、ありますから、この、マザーボードにですね。これはすごく高速です。ね、これはね、100以下なんでね、ランダムはね、遅いです。けれども、2番目のスロットに 2TB ね、つけて、先頭にね、この速い高速のね、1TB の、M.2 つけます。後でね、アクセス紹介しますけれども。こちらはグラフィックボード一番上ですね。TI ですね。RTX の2080。やっぱり一番上位機種で一番いいやつを選びました。で、価格は抑えたやつですね。TI ですので、ね、全然価格は、効果になってきますのでね、一番いいグラフィックボードを選びました。それからケースはこんな感じで25,000で、これはちょっといろいろちょっともっといいのがあるので、ちょっと考えで安すぎるかもしれませんけどね、もっといいのがでね見るかもしれません。で、こちらは OS ですね。これはランアダプターのね、バンドルが品のやつですね。こちらの方をちょっと見ております。で、こちらですね。ちょっと待ってね。大きさをちょっと入れ替わないと見にくいでしょう。こうですね。これが、プロセッサーですね。106,749円。それで、
クラシピエクーラーね、16,104円ですね。で、マザーボードですね。これね、M.2 はこことね、こことここつけられるんですね、こちらね。だから、非常にいいんじゃないかね。2つつけられるんで、買ったやつをね、M.2 2つつけられるんで。で、8枚ですね。メモリで 128GB ということでね。使い勝手いいんじゃないかというですね。価格は65万ですね。65万全部でね。で、こうあって、次ですね。これは196,317円ですね。かなり高速です。で、128GB ですのでね。DDR4 ですね。これをちょっと選びました。それから、これですね。これはちょっとスローなんですね。2スロット目に使います。M.2 ですね。これランダムが95キロだから遅いんですね。84キロ。まあ、次は560Mbps ですね。530Mbps、リードライトですね。ね。ですけれども、これは2ギガの方、2TB、ハード使えませんから、2TB ね、ボード上で高速にアクセスするのと、コンパクト化ですね。ということで、SATA つなげないですね。で、こちらが高速なんです。でちょっと値段高いんですね。1TB しかないんですけど、さっきの2分の1なんですけども、神経、シーケンシャルね、最大読み出し速度が、3400Mbps ですね。で、2800Mbps、すごく速いですね。それで、ランダムも500と400なんで、さっきの、10倍以上あるんですよ、ランダムでもね。2テラありますけども、値段がまた高いと。こちらとね、全然比べ物にならないです。こちら、ね、スピードが全然違いますでしょ。値段の方は同じだけど、倍でね。同じぐらいですけども、ということですね。じゃあ、実際このボードにつけるのは3テラのね、SSD、ね、使います。それで、ちょっと出てこないな。これはグラフィックボードですね。171,407円ですね。全部で65万ですね。自作 PC ね。安く組んで、今安くなったのも選んでますからね。ね、RTX2080Ti ですね。メモリ 11GB もありますよ。ね。ね。インターフェースは使えると思うんですけどね、こうやってね。それとかこういう感じですね。ね。で、こちらが、極星のやつね、ケースね。フルタワーにしました。フルタワー。ランダムね、大変いいですよっていう紹介してありましたから。フルタワー。ね。これで65万ですね。今自作するのは一番レベルだと思います。それで、OS はね、マイクロソフトの Windows 10、ね、64ってやってますけども、64ビットじゃないと使えませんね。ちょっとプロフェッショナルにするかもしれませんね。これね、この場合だからホームじゃなくて、プロにしよう、ね。これちょっと変えますよ。ね、64。ちょっとこう変更していきましょう。で、続けにしてね。ポジションになると違いは全然関係ないんだけど、
リモートデスクトップが使えなかったりするぐらい程度ですからね。仕事で使えるとかね、そういうことになりますから、こちらの方にね、プロフェッショナルにしましょう。値段あんまり変わんないんでね。ということで、浜岩先生の自作 PC ね。で、これちょっと、変えたんで、ちょっと65万超しますけどね。65万。今、OS 変えちゃったんで、で、OS を、これを切っちゃいますね、これね。こう、切っちゃって。で、Windows だから、66万5千ぐらいですかね。66万5千。66万5千円ですね。になりました。で、今のリスト、こうなんですけど、このプログになってるんですけどね。ちょっと、65万、あ、違う、66万だよね。65万9968円で、OS は、今のように入れ替わったんで、5000円プラスですね。だから、66万5000円ぐらいです。これね。これが、ね。プロフェッショナルの方にしましたから、ね。ホームの方じゃなくてね、したんで、5000円アップぐらいですね。が6000円アップなんで、66万6000円ぐらいですね。66万6000円というふうな自作 PC の最高級の自作 PC だと思います。前ちょっとケースとファンが合わなかったりしたんで、ファンを変えたら、ケースが合わなくなったんでね。ここら辺を注意しておりました。修正しましてね。間違いないようにしました。まあ、66万ですね。OS だけちょっとバージョンアップしてね。ということで、自作、浜岩先生の自作 PC ですね。3台ほどこれ、ね、買いたいと思ってるんですけどね。3台。この最高機種の PC だけど、3台ね。3台必要なんですね。今もう3台で動かしてるんですけど、仕事で使うのにはどうしても3台必要なもんですからね。これをダブだから、66万5千の3台ですから、ね。200万ぐらい。3台都合するのに200万ぐらいですね。必要ですのでね。よろしくお願い、買うような時がありましたらね。よろしくお願いいたします。3台。200万ぐらいですね。浜岩先生が利用するパソコンは、こういうのを見てます。ね。2950X16 コア32スレッドのね、フルシステムですね。メモリもフルですね。128GB。で、高速、ね。こちらも高速。ね。M.2 も最高速のやつを、高いのを買って、で、安いので、ちょっとメモリ増やして、インテラをね。アクセスが遅いの2つスロットありますのでね、それで2つともスロットでいます。それで最高級のグラフィックを動かすこともできるようにして、ね、RTX の、2080Ti ね、をやっぱり選びました。一番これ今のところ世界一でしょう、一番目でしょうということですね。そんなことで今日ですね、この時間に私が選んだ内容でございました。本当にいろいろアドバイスもありがとうございますね。合わないようなことがありましたからね、ご意見ありがとうございます。調べ直して ね早速調合いたしました。どうもありがとうございました。浜岩先生でした。